皆さんこんにちは。国際業務実践講座ガイダンスを始めたいと思います。今回は本講座に興味を持っていただきましてありがとうございます。でこの講座のですね、詳細についてはパンフレットおよびですねホームページをご覧になっていただければと思うのですけれども、このガイダンスでは、大事なところをですね、中心に補足的に解説していきたいと考えております。で、本講座のコンセプトはですね、アウトプットです。アウトプットの力をつけるということです。インプットについてはですね、専門書を読んだりとかですね、実務セミナーたくさんありますので、そういったものに参加したりすればですね、ある程度の実力をつけることができると思います。しかしですね、いくらインプットをしたからといって知識を詰め込んだからといってですね、じゃあ案件が来た時に自信を持って受任できるか、自信を持って実務できるか、自信を持ってお客様とこう相談業務ができるかというとですね、それとこれとは別問題かと思います。実際の案件ではですね、インプットでは学べなかったこともですね、たくさん出てきます。専門書とか、こう一般的なセミナーだとですね、どうしてもはですね、一般的なことをですね、話すことになっております。ただ実際の案件ではですね、一般的なことだけでなくイレギュラーなケースが結構あります。イレギュラーだからこそですね、我々こう行政書士とか、弁護士とか、専門家に依頼いただく、そういったことの方が多いです。それを踏まえてですね、本講座では毎回ですね、実際の案件に限りなく近いですね、仮想案件、これを処理していただきます。どういうことかというとですね、実際に起こりうるですね、状況を具体的に設定します。で、その設定場面の下でこう実際にもう申請書類一式を作成いただく、そのワークをしていただく、そういった講座になっております。例えば日本の大学を卒業したベトナム人の方がいたとします。そのベトナム人の方が日本の貿易会社に就職が決まりました。その貿易会社で日本とベトナムの輸出入のそういった実務を行う、そういったことで、今持っている留学ビザから就労ビザの変更をしたいと、そのビザ変更の依頼を受けた、ことを想定します。で、この場合にですね、じゃあ実際に初回相談ではどんなことを聞けばいいのか、会社の方にどんなことを聞けばいいのか、あるいは本人にどんな情報が必要なのか、本人からどんな情報が必要なのか、こういったことをですね、実際ヒアリングシートを使いながら、相談ロールプレイをしていただきます。最初に模擬面談といって、我々コーチ陣が、モデルケースの相談事例をこう、お話ししますので、その後ですね、皆さん同士で、あるいは講師対皆さんでこう、相談ロールプレイをですね、実際に行っていただきます。で、相談が終わった後ですね、会社側から集めていただく書類、あるいは本人からいただく書類があります。これは必要書類リストというんですけれども、この必要書類リストの作成、この作成業務を行っていただきます。これはですね、ビザごとに違います。あるいはその会社の規模、あるいは本人の学歴によって何を集めていただくか、何を用意いただくかについてはですね、かなり違ってきます。実際に就労ビザ、あるいはビザ全体的にそうなんですけれども、何を出すかによって、あるいは何をどのように説明書を作るかによってですね、結果が違ってきますので、この必要書類作成リストの作成はですね、非常に大きな、重要な業務となります。それから、お客様がその必要書類リストに基づいて、こう実際に書類を集めていただいた後ですね、申請書類一式をですね、作成するという業務が発生します。在留資格変更申請書の作成、あるいは職務内容説明書の作成、それから採用経緯説明書、それから場合によってはですね、事業概要説明書、それからこれも場合によってはですけども、本国の教育制度に関する説明書等々ですね。実際ビザ申請に関してはいろいろな説明書を作成していく必要があります。1枚にする場合もありますし、分けてですね、合計10枚程度にすることもあります。そういった具体案件、仮想案件を通してですね、こういう案件が来たらこういう書類が必要で、こういう書類を作成するんだということをですね、実際に相談ロールプレイ、それから書類作成ワークを通してですね、学んでいただく、そういった講座になっております。実際に自分の手を動かすことで、いろんな気づきがあると思います。
インプットだけでは分からなかった、実際に実案件に近い仮想案件を処理することで、この情報はどこから取ってくるんだろうとか、この時のこの仕事はどういうふうに表現すれば審査官にとって分かりやすい文言になるんだろうかとか、実際にこう頭を使って考えて作成して文章化していただくことで、ご自身の課題気づきがたくさん見えてくるのではないかというふうに思っております。この点がですね、アウトプットを重視した講座となっております。具体的なカリキュラムについてはですね、このちらのチラシの3ページ目ですね、講座内容のページを見ていただければと思います。全8回の講座となっております。各回ですね、インプットとアウトプット大体半分ずつぐらいの時間を取っております。最初にインプットということで、講師の方から基本概念、基本要件とかですね、そういったことをお話しさせていただいて、で後半は場面を設定して、具体的な場面を設定して、仮想案件ということでそれを処理していただく、そこで自信を持っていただく、そういった講座になっております。であと本講座の特徴としましては、ビザだけじゃなくてですね、就労ビザ、身分系ビザ、経営管理ビザだけじゃなくて、第6回以降ですね、ビザ業務をやっていくと、必ず想定するであろうですね、業務についても細かく解説しております。具体的には外国人の会社設立ですね、支店がいいのか支社がいいのか株式会社がいいのか、そういったところから始めて、実際に登記を行っていただく証書さんにつなげるまでの業務ですね、そういったことをですね、これも実際の仮想案件を作って、課題を出しこなしていただくという講座になっております。それから第7回が帰化申請ですね、日本国籍取得、それから第8回がアポスティール翻訳交渉、こういった国際業務をやるのであれば、必ず知っておきたい業務について、枠を交えながら学んでいただく、そういった講座になっております。で、本講座ではですね、合計で約100件のですね、事例を解説します。ですからこの100件分のですね、申請書類のデータもレジュメとしてお渡ししております。もちろんですね、個人情報は削除したものになります。そして、少なくともですね、10件の仮想案件をですね、ご自身で処理していただきます。これはどういうことかといいますとですね、100件分の実績ある事務所とですね、ほぼ同じ情報を持つことができます。100件分の過去の申請データがあるわけですから、100件分の職務内容説明書、申請書がですね、あります。渡していきます。それから10件以上の仮想案件を実際に処理いただくことによって、10件やったのとほぼ同じ経験値、自信を持つことができます。それを目指しています。インプットだけじゃなくてですね、アウトプットをすることで、実際に本当に、実力を、持っていただく、そういった講座になっております。何度もお伝えしておりますが、本講座のコンセプトはアウトプットです。アウトプットありきでですね、カリキュラムと特典を作りました。ぜひですね、ご検討いただければ幸いでございます。そして、国際行政助手として活躍されることを願っております。ガイダンスは以上となります。短い間でしたが、ご清聴いただきましてありがとうございます。